サンドマン、サンドマン。居眠りしちゃダメ。お仕事、お仕事。眠りたい人がたくさんいるよ。砂巻き、砂巻き。テーブルの上にある眠りの砂の袋を取って穴から砂を撒きましょう。世界地図の光っているところの下の穴から砂を人間の世界へ投げ入れることができます。さて、やっていきましょう。この埃がもう完全に逃がさないぞという意志を感じるよね。さて、じゃあやっていきましょうか。てか、サンドマンにしかできないのかね。砂だけサンドマンが用意して、あとは埃たちがこうね、数に任せてやってしまえば。砂、お片付けたい。出動。あ、そっか、回収しに行く仕事か。でも世の中夜勤の人とかもいるからな。本当に眠れないよな。サンドマン、お仕事、お仕事。よし、やっていこうか。これは苦行だろうね。サンドマンは一人しかいないのかな。歯の妖精も一人で全世界の子供たちの歯を回収して回ってんのかね。お片付けたい、行ってきます。寝ちゃダメ、サンドマン、お仕事、お仕事。これはね、まあこの話を見ないとサンドマンのストーリーは、彼の葛藤はわからないからね。お掃除、お掃除、砂のお掃除。サンドマン、お仕事だよ。起きて、起きて。今私 3,4 回しか砂撒いてないけど、多分1回につき100年ぐらいなんだろうね。ほうほう。そんでお前さんは人間を永遠に眠らせることにしたんか。まあええんじゃないか。眠りに関してはお前さんが決めることじゃからの。永遠なんてほんのちっとの間じゃしな。何、時を止める機械。なんでそんなもん作ったんじゃ。おお、なるほどな。人間を止めんかったら人間は眠ったまま置いて死んでしまうものな。考えたもんじゃ。お前さんは今までずーっとろくに眠らんと働いてきたものが、ちっと休むくらいええじゃろ。じゃあわしは帰るからの、うまくやんなさいよ。ドワーフは目見えないでも、まあわかるのかそれぐらいは。サンドマンは几帳面なのでやるべきことをメモに書いて持っています。何をすべきか確認してみましょう。秘密のメモ。眠りの砂の材料集め。湖の桃々の木のピンクの葉を集める。ぬるぬる沼のお水を取ってくる。枯れ木の森で生ケアリー5匹捕まえる。お、こんなんだったっけ。なんかこうもうちょっと操作なく進んでいくもんかと思ってたけど、伸縮自在なんだよな。お、この野郎。なんでサンドマン、何しに来たの。なんだ、桃々の木の葉っぱを取りに来たの。いいよ、好きなだけ持ってけば。でもあんなの、一体何に使うの？人間を永遠に眠らせるのか。どちくしょうが。え、別にニヤニヤなんかしてないよ。
面白そう、じゃなくて、いいことだと思ってさ。頑張ってね、サンドマン。思ってもいないことを。たくさん集めた。これでいいのかな？で、あとは沼の、ニクシーのところで、お水を汲んでくると。ドワーフのとこには、ああ、入ってんのね。なんじゃ、何か用か。用はないんか。何しに来たんじゃ。良心。ドワーフはね、ブサイクってだけで。なんか作者様曰く、フィジカル的にはシリーズ最強らしいね、ドワーフね。妖精パワーで。あら、サンドマン、どうしたの？沼の水が欲しいの？なんで？まあ、人間を永遠に眠らせるの？それじゃあみんなが眠っちゃう前に人間の世界に降りてって、イケメンをたぶらかしてこないと。水なら好きなだけ持って行っていいわ。じゃあ私は人間の世界に行ってくるわ。いい男がいるといいんだけど。ぬるぬる沼の水を、空の瓶に入れた。そうだよな。てか永遠時止めてる間、あ、でも夢見てると結構空想働くからな。妖精たちの存在って人間たちの想像力とかなかったらなくなっちゃうべやな。人間を永遠眠らせるんじゃと、な。永遠ってのはちょっと長いんじゃないか？わしの仕事ができなくなってしまうの。ま、ほどほどにな。やっぱ仕事は好きなんだね。ニクシーに関しては、まあ趣味と実益を兼ねた仕事っていう気もしないでもないんだけど。さて、アリ。これを捕まえて、捕まえて、強そうだな。捕まえ。おい、You got all。さて、捕まえましたけれども、これで、あ、そっか、これでメモ見んのか。鍋に生けアリを入れて、はいはい。これは緑色に変わったらとかっていうのは、あ、家の中じゃないと使えないか。だらだらだら、とりあえず歩いて帰るか。シュールだなぁ。さて、アリを煮るんだろう？炎は関係なくて、あ、やっぱこれ使うのか。さすがのサンドマンでも、火は熱いか。あれ、火持っていけない。ここで、生ケアリを使う。ちょっと待って、しっかりメモを読もう。生ケアリを、あ、細かく切る。包丁のとこか。しまった。他にはいらないかな。沼の水を入れ。ほい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 。てか、包丁ここにあるな。まず沼の水を入れるだろう？ジョロジョロジョロと。で、ここで引く。ゴリゴリと。で、アリンコを刻むと。料理慣れしてる音がする。で、ここでようやっと火を持っていく感じかな。相変わらずいい火力だね。で、色がまた変わるんだよね。これは先にどっちだ？あ、てか、材料は調べてからか。生キャリー入れて、緑に変わったら、桃の木。で、赤と。緑と赤ね。わかった。やっぱサンドマン編でも爆発するんだね。で、緑になったら、これを入れる。で、赤になったらば、ボールを持ってきて、あ、これ使わなきゃね。で、レンチンと。どすこい。オッケー。では回収しましょう。永遠の眠りの砂。
まこう、まこう、永遠の眠りの砂、まこう。ああ、使えってことね。ほい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 。ああ、別に、あれか、もうこれか。用意されてるやつか。さあ、人間ども、永遠に眠るがよい。やった、やった。見てくる、人間の世界、見てくる。サンドマン、みんな寝ちゃったよ。ぐっすりぐっすり、もう起きないよ。サンドマン、大変、大変。まだ眠ってない人たちがいるよ。サンドマン、どうして起きてる人がいるの？眠りの砂、聞かなかったの？そうなの？悲しくて眠れないの？苦しくて眠れないの？じゃあ早く眠らせてあげなきゃね。きっとみんな眠りたいはずだよ。子守歌もレンチンでできるんだね。秘密のメモ。ティールームで子守歌の帰りを待つ。じゃあティールーム行こうか。ティールームは魔法の鏡で行けるね。しかしやっぱりね、本当に可愛いんだよな、サンドマン編。やあ、サンドマン。帰ってきて早々悪いけど、失敗しちゃったよ。ユニコーンのやつが、俺の正体をソフィーにバラしたんだ。まったく嫌なやつだ。ソフィーに頼まれてさ、彼女、こっちの世界まで連れてきたよ。そのうち、この家まで来るだろうね。俺の仕事はひとまず終わりかな。ソフィーが眠れるようになるまで、しばらくかかりそうだし。じゃあね、サンドマン。大きくなったなって。何が？あ、デビット君のことか。そうだな。あんたは小さい頃のデビット君しか知らないから。昔は、ふわふわのくせっ気の可愛い男の子だったね。フラフィーみたいな。でも彼は今じゃもう立派な大人だ。あんたのことは覚えてないだろうね。それじゃあね、サンドマン。もうね、サンドマンが子供好きって本当に大切してんのがね、もう伝わってきて。悲しいやら嬉しいやら。グランドラジオを迎えに行く。その前に歓迎の料理を用意せねば。料理を用意する。だから？間違えた間違えた。料理をじゃあ作りに行くのか？先に。それともあった廊下のとこかな？料理頑張って作ってみるか。眠くて正常な判断できないんだろうね、今サンドマンね。そういえばこれ食わしちゃダメなんだもんな。こういう話なんだよ。ソフィーの言ってる言葉って聞こえるのかな、これ。今度は私が追いかける側。あべ、普通に巻かれた。うん、もう逃げ場はないぜ、ソフィーちゃん。これって連打してるだけでいけるかな。あ、いけねえな、何気に。じゃあもうここで、ここだ。
ソフィー、ソフィー、早く食べて、早く食べて。BGM って大切だな。おりおり、おりおり、早く食べて。食べて、食べて。食べろ、食べろ。サンドマン、お料理食べないの？いいの？やった。サンドマン、どうしたの？そんなことない。サンドマンの料理、とっても美味しい。妖精も埃たちも、みんな大好き。ソフィー、眠りたいんだよ。眠りたくて俺より食べたくないんだよ。早く眠らせてあげない、あげよう。やっぱり正常な判断ができていないんですね。で、次の指令は？アメリカに見ろよ。アメリカに見ろ。ヒリリリリ見ろ。アメリカに見ろ。アメリカに見ろよ。ヒリリリリ。砂製造部屋か。砂製造部屋、ちょっと待って、砂製造部屋って相変わらずどっから行けんのかよくわかんねえんだよな。ティールーム、薬品置き場。ティールームから行けるか。ティールームの、ここに、一袋、これか。永遠の眠りの砂を取った。これで、ソフィーを眠らせてあげると。ここで捕まえな多分無理なんだよな。っていうとじゃあ確定で落ちるのか。いや、失敗しかせにしても BGM って本当に大事。ちょっと待って、普通に操作ミスってるぞ。サンドマン、大丈夫？なんでソフィー逃げるのかって？わかんない。ソフィー眠りたいはずなのにね。どうして逃げるんだろう。はぁ、あ、ははうっかりしすぎだよな。そしてここにドワーフとかがいたら、まあもっと素直というか、なんかもうさっくりいけたんだろうとね。ニーズのメモ。グランドラージェはどこにいるんだろう。きっとすぐにでも眠りたいはずだ。探しに行かなくては。どうなんだろう。ブギーマンのところ。そう、ここでサンドマンが、でもサンドマン自分のこと語らねえからな。ソフィー怖がって隠れたの？サンドマンのこと怖がってるの？でもソフィー僕たちのこと怖がってないよ。だからきっとサンドマンのことも怖がってないよ。サンドマン、大変、大変。ユニコーンがソフィーにピンクの宝石くれって、そしたらいいものあげるからって。ピンクの宝石ないの？もう持ち主に返しちゃったの？でもね、宝石取ってこれなかったら殺すってユニコーンがソフィーに言ったの。このままじゃソフィー、ユニコーンに刺されちゃうよ。どうするの、サンドマン。さあ、次の指令は。
透明な宝石にピンク色を塗って偽物の宝石を作ろう。ユニコーンは間抜けだから気づかないはず。そう、これをやっちゃったから、ね、ソフィーちゃん一回刺されたんだよね。私のとこだと。これに色を塗れって、どこに、あれだ、色を塗るのがあるんだ。持ってたっけ？持ってないな。あ、そっか、ここに絵の具あったっけか。じゃあ、こいつを持って宝石部屋へ。で、ささっと色を塗りましょう。